かその。お前だ。何が？何が？前振りがないと意味ないでしょ。始まりましたね、横山さん。何がお前だったの？お願いしますよ、横山さん。はい。お二人は早速ですが、こちらの漫画ご存知ですか？ほら来た。訳あり心霊マンション。これはですね、主人公東雲かおりは一念発起して中古マンションを一棟買いし、夢の不労所得生活がスタート。しかしマンションでは心霊現象が多発して入居者はゼロに。それならいっそ霊を住まわせちゃえばよくねということで、幽霊たちと共同生活を送る漫画ということで。なるほどね。面白そうですね。面白そうですね。確かにね。読みたいじゃんね。どうよ。お金はどうしてるんですかね。どうでしょうね。夢だよね、やっぱマンション生活。だからローンで買ったのかなっていうところですよね。芸人だと小梅太夫さんがやってますよね。あ、もうそのマンション。マジこの辺でやってますよ。あ、本当ですか。マンション系。ここのスタジオの近くで。あ、やってるんだね。あと滝上ね。まあ流れ星よね。で、そういうマンション経営の話をするわけじゃないんですよ。違うでしょこれ。そっちに心霊を住まわせちゃったという。そうですそうです。今回の企画が訳あり心霊マンションっていうことなので、これって本当ですか？身の回りの心霊現象を徹底解明。よいしょ。すごい。いや、これは楽しみですよね。心霊現象のエキスパートに来ていただいています。どうぞよろしくお願いします。もうこちらはもう長いですよ。山口先生、よろしくお願いします。実際どうなんですか、ぶっちゃけ心霊現象。そうですね。心霊現象の大体9割ぐらいは説明がつくんですよ。え？9割もですか？そうです。大概勘違いとかね。あるいはまあ思い違い、まあ悪意はないんですけど錯覚してしまったっていうのが多いですね。そうか、それで説明できちゃうんだ。でも1割ぐらいはどうしても説明がつかないのがあります。説明つかないものが心霊だっていうので。そうですね。あらゆる可能性をまあ科学的に考えていっても埋まらない溝があるんですよ。なるほど。だからもうこれはもう超常現象と認定してもいいなと。訳あり心霊マンションというこの漫画にも、心霊写真が写るという。あ、ね、よく昔からあるし、その建物で写真を撮ったら心霊写真がこう写るっていうのがあったりするんですけれども、心霊写真っていうのは科学的に見てこうリアルなのかフェイクなのかっていうとどっちなんですかね。今は信憑性がなくなりました。デジタルになってからデジカメになって映るのがオーブぐらいになっちゃって、オーブは埃が映ることが多いんですよ。なるほど。それをね、魂とか言っちゃうとその霊能者はちょっとバッテンだなと。ただですね、雨の日なんかも映る、水蒸気が映る、埃が映る、この2点だけクリアしても1箇所だけクリアできないパターンがあるんですよ。人間の頭の横に浮き上がってこう触手を伸ばして人間の頭にアクセスしてるやつは分かんない。それは某大使館の副大使にもらった写真なんですよ。でその副大使が実は心霊マニアで、じゃあ実はオーブの研究してるんだって、来てくれないかビンタロウって言われて、行ったらそういう写真見せられて、あれはガチでしたね。あ、そうなんですか。そうなんです。なんか影響はないんですか、それは写ってたりして。多分ね、ジャックされてるから脳内データ抜かれたんでしょうね。あ、またなんかその心霊とは違う何かですね。ちょっとエイリアンっぽい感じがしましたね。あ、そっちなんだ。そっちもあるから。確かにね。オカルト広いですもんね。確かにいろいろ。じゃあフェイク、ほぼフェイクだけど。はい。やっぱし写真。時々これ見た瞬間にわかりますよ。ゾクッとくるのがもう長年の経験で。はあ。それはもうガチですね。なるほど。心霊動画っていうのもあるじゃないですか。最近は多いです多いです。それこそオーブでもなんかこうバーってこう写真じゃなくて動画でも映っちゃうみたいな。はいはい。ああいうのはどうなんですか。あれも難しいんですよね。大概カメラ目線のやつは全部フェイクです。だいたい幽霊がこう、カメラ回ってるでしょ。こんなカメラ目線だったり、出落ちで出てくる幽霊がいたり、そんな芸人さんみたいなちゃんとわきまえた幽霊はいないですよ。そうなんですね。なんか後ろにこうやってなんかいるとか、ああいうのもやっぱ怪しいですね。真正面はちょっと怪しいと。だからこう。絵を撮った時に角度的にここにいたらいいなっていう角度で写ってるやつがいるじゃないですか。あれはバランスを考えて構図を切って誰かがやってるんですよ。人が作ってるとプロの仕事だって分かりますよね。だってそこら辺のおっちゃんおばちゃんが死んじゃって幽霊になってるんだから、ただ単にスーッとすれ違うだけとか、そういうもんなんですよね、本当の幽霊の動画っていうのは。よくなんかこうラップ音みたいなね、バキッみたいな、ああいうのは入ったりするじゃないですか。あれは何なんですかね。あれもね、たまにリアルなものもありますけど、木材がやっぱり何十年も使ってるとそれが水分を含んで音を立てたりなったりしますね。ああ、まあそれが多いのかな。だから古いところで結構音がしたりする。そうですね。ただいま DMM ブックスではポイント還元を実施中です。還元されるポイントはなんと最大 50%。 還元率 50% の作品の場合、1000円買うと500ポイントが返ってきちゃいます。この動画の説明欄に 50% 還元の対象作品一覧の URL を掲載していますので、ぜひ皆さんが読みたい作品を探してみてください。じゃあいろいろ本当か嘘かっていうのを聞いてきましょう。聞いてきましょう。平将門の首塚。あれは俺はガチだと思います。そうなんですか。やっぱね、いろんな事例見てるとやっぱりたたるんだなと。でも将門さん自身がたたってるんじゃないんだなっていう気はしますね。やっぱりいろんな霊能者連れて見てもらってるんですけど、あそこで寝てるのは将門ではないと。将門という名の関東の氾濫した地方豪族があそこに眠ってるって言い方しますね。だから無名の人の怨念がちょっとあって、そこにだんだんいろんな人の願望とか欲望とかが重なっていて、一つの怨霊というエネルギーになってるんじゃないですか。なんか空気が違うってね。ああ、そうですね。あれとかどうなんですか。座敷わらしとかが出るホテルとかあるじゃないですか。あれとか結構映ったりとか。あれガチですよ。あれガチ？ガチ。なんか有名な旅館ね、ありましたけど。あるある。緑風荘でしょ。あ、そうそうそう。だから予約でいっぱいなんですよね。そうですよ。焼けた時に僕次の日行ったんですよ。火事の次の日。サンジャポに行けとか言われて。サンジャポに行けって。結構ビートルさん存在な扱いを受けてる。サンジャポに行けって言われたら行きますもんね。ビートルさんも。行きますよね。泊まった人を俺どうにか捕まえたかって捕まえたんですよ。そしたら俺の岐阜の友達の友達だったの。近いとこ。OL さんだったのが何億円もトレードをするトレーダーになっちゃって、今大金持ち。なんかそれこそ座敷わらしがいるところは栄えるっていうね、そうになるっていう。その人が持って帰っちゃったってことですか。もらって帰っちゃったんでしょうね。そしたらその持って帰られたところは、いやでも分け見たまでこう分けて、あの人たち分かれるんですか。分かりますよね、複数いますよ。そうなんですね。なんか俺もなんか聞いた話だと、行った人で持って帰ろうっていうかついてきちゃったから、持って帰らないでくださいって怒られたって言ってました。わかる。旅館の人も持って帰られちゃうとその家が滅亡しちゃうみたいな言い伝えがあるんですけど。あれはね、敷居を壊すと滅亡するんですよ。敷居が封印されてる原因なんで、座敷わらしもいろんな種類があって、下人の子。使用人の子はドタバリコっていって土間に埋められてるんですね。土間でこう踏まれることによって地底に深く眠ってる。で長びらこっていって主人の息子とか甥っ子とか姪っ子、これは座敷の下に埋まってるんですね。これは割といい扱いされてます。なるほど。なんかだからヒエラルキーがあるんですね、座敷わらしの中で。座敷わらしでもあるんですよ。じゃあ効果も違うんですか、やっぱその服を与える効果も。いや、超ピラコの方がすごいでしょうね。やっぱそうなんですか。で、身分差があるんですか。座敷わらしの中で。本当ですか。まあ江戸時代まではね、身分差って。まあそうですけど。こう、これは感覚として、なんかここ嫌だなみたいな。あるじゃないですか。私全然ないんですけど、一回だけ、なんか。のホテルで。すごい嫌かもっていう感じのところがあって、なんかその眠りも浅くなっちゃって、その怖いからなんか病院にいるっていう設定になってて、なんかこうなんかドアの外でなんかそのなんていうんですか、ストレッチャーみたいな音がしたりとかした感じがしたんですよ。そういうのってなんなんですか。いや、そういう時はやっぱり感知してるんでしょうね。だから音玉で飛ばせばいいんですよ。音玉、音の霊とか言って音玉っていうのをこうやってパンって飛ばすんですよね。飛ばすことによって霊が散りますから。あ、そうなん。それだ、簡単ですね。柏当てみたいな。柏当て打てば、柏当てももともとそれで始まったから。はあ、そうなんですね。神を呼ぶ、神を呼んでますからね。そういうことなんだ。だから霊的な邪悪なものは飛んでいくという、なるほど、考え方がありますね。そういうところに行ったらデストクっていうのがいい。そうですね。あとポルターガイスト現象っていうのあるんですけど、これはね、鹿児島テレビの依頼で行ったんですけど、いろいろ言ってますね。長いですからね。それね、ポルターガイスト現象で時計の針がねぐにゃぐにゃに曲がったりね、ベッドが垂直になったり、そういう現象が起こるんですよ。小学校のね、ちっちゃい女の子と、高学年の女の子と2人しかいなかったね。これ何でしょうかねっていうと、やっぱりそれちっちゃい女の子がいるとそういう現象が起きるんです。なんでなんですか？わからない。それ男の子じゃなくて女の子。女の子。女の子だ。これいろんなデータ調べてるんで、ポルターガイスト現象っていうのは必ず女の子がいる現場で起きるんですよ。へえ。だからね、だから結局催眠の専門家を連れて行って、そのちっちゃい子が顔見たら霊能者顔してましたから、あ、これユータの血が入ってるなと思ったら、聞いたらやっぱりユータの血が入ってるって言ったんで、あ、じゃあこの子お姉ちゃんじゃなくて妹の方だって言って、こう催眠かけて治したんですね。治るんですね。治りました、それは。あれどうなんですか、小さいおじさんは。小さいおじさんはね、あれは。あれ本当に見た人多くないですか。多い、芸能人が多い。多いんだけど、一般人であんまりいないんですよ。あ、見たって言ってる人が。大概芸能業界の人に多くて、みんな仕事が忙しい人が多いので。あれはね、多分若年性アルツハイマーで。ちゃんとした病名ついちゃった。キャラクターにもなった、ゆるキャラにもなったぐらいにみんな見てる。ああいう記録は江戸時代の記録にもあって、なんかこう沿岸に座ってたらちっちゃい武士が2人出てきて相撲を取ったっていう話があるんですよ。翌朝見てみたら昆虫とネズミがなんか、要するにネズミとかゴキブリを見るとちっちゃい人に見えちゃうんですよね。そういうなっちゃう。そういう病気がある。そんなことあるの？あとナルコレプシーって可能性もあります。睡眠障害の。そう、ナルコレプシーは一瞬だけ寝るんですよ。ナルコレプシーにかかってる人って運転してるとこうやって今度寝ちゃうんですよ。でも頭の中ではつながってますから、パッと目を覚めて、あれ今目の前をちっちゃいおじさんが通ったって。いやでもその夢を見てるんですよ。あ、その一瞬で。一瞬で見てるんですよ。へえ。あ、そういうことか。だからまずら嘘じゃないんですね、彼が見てるもの。そうか、本当だと思いますよね。でもいないってことですか、本当は。僕はいるとすれば異次元の生物なのかなという、譲ってそこら辺かもしれないですね。なるほど。結構多いけどね、見る人は。確かですね。一般の人は確かに聞かないかもしれないですね。うん。出てこない。一般の人は話す機会がないからね。見てんのかな。俺の奥さんとかそういうの見るんですよ。そうです。階段やりますよね。で小さいおじさんももちろん見てるんだね。いたって言ってましたよ、家に。お母さんが大事にしてたって言ってました。大事にできるもん。まだ VHS の時代、ビデオがわかります？こう入ってくる、知らない人はいるかもしれないですけど、それが全然入んなかったんですって。でなんだって開けたらこうやっておじさんがいたって。家だったの、その VHS のデッキが。結構強いね、力。おじさんで取り出したんですか。取り出したのかな。それでなんかちっちゃいベッドみたいなの作ってあげて寝かしてたんです。寝かしてた。お母さんがちっちゃいベッドを作ってそこで寝かしてて、時々でもビデオの中入っちゃって、入らないと大体こうやって。今お話伺っていると、結構嘘というか、確かにね、ほぼね、説明は多いみたいな感じじゃないですか。1割の本当っていうところはどういうものがあるんですか。シャレにならないです、本物になったら。本物はかなりやばいのがあります。どう守られてるんですか、ビンタロウさん、そういうの。あ、これはやばいなってのは行かない。行かない、絶対行かないです。そうなんですか。ちょっとね、ふざけていくみたいな、本当やめた方がいいですね、本当に強いところは。いや、行かない方がいいと思います。確かに。谷津さんは、今回は山口先生のお話聞いていかがでしたか。いや、興味がね、やっぱり好きなんでね。面白い。行かない方がいいって言われてもやっぱちょっと行きたくなっちゃうんですね。怖いよ怖いよ、本当に危ないよ。一回見てみたいって気持ちがあるんですよ。一度も見たことがない。見たことないんですね。一度もね。確かに一度も。訳あり心霊マンションは現在2巻まで発売されております。 DMM ブックスでも好評配信中です。気になった方はぜひ読んでみてください。引き出しをご覧の皆さん、こんにちは。えよこです。今回引き出しから重大発表があります。それは引き出し初の生配信が決定しました。生配信。すごい。よっしゃー。クリさん、何かやりたいことありますか？せっかく生ですからね。生でコメントを拾ったりして、その場でしかできない企画やりたいですね。いいですね。引き出し初の生配信は10月24日火曜日夜9時、お楽しみに。小さいおじさんももちろん見てるいたって言ってましたよ、家に。お母さんが大事にしてたって言ってました。ちっちゃいベッドみたいなの作ってあげて寝かしてた。